が、歯石除去予定です。お願いします。コタさん、コタさん、はい、さっきよ、引き続き、はい、お願いします。プロコ入れます。はい、さあ、眠くなってきますよ。はい、肩からの力を入れます。肩からの力が抜けてきます。高橋香織先生です。お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いいたします。先生は鹿児島大学の先生でいらっしゃるんですか？はい、そうです。今鹿児島大学の附属動物病院で歯科と口腔外科を担当しております。あの動物の歯科っていうのは初めて聞いたんですが。ですか。最近では、口腔歯科で、あの飼い主さんもすごく興味がある方が多くてですね、飼ってるワンちゃんの歯が大丈夫かとか、匂いが気になるとか、痛そうだとかでですね、相談に来られる方がすごく多いです。はい、鹿児島の方が意識高い気がしますね。そうですね、うん、あの今インターネットだったりとか雑誌などでですね、あの情報を得られることも多いのでですね、であと、まあ、あの紹介病院さんからですね、この子の歯は重度の歯周病なのでということでですね、ご紹介されてきたりとかすることがあります。すいません、はい、ワンちゃんに歯周病、はい、人と一緒な感じですか？そうですね、歯周病は一緒ですが、ただ進行が人よりも早いです。どうしてでしょう？ですね、口腔内の唾液のpHが、人とワンちゃんとで違うんですね。人は弱酸性なんですけども、ワンちゃんはアルカリに傾いているので、歯垢が歯石といって硬い石状のものに変わるのがですね、すごく早いです。石灰化しやすいんですね。はい、でその歯石がついてしまうと歯磨きでは落とせなくなってしまうので、表面がザラザラになって、その上にまた歯垢がついて、で歯石になってという悪循環を繰り返してしまいます。で、歯垢がついて歯石がつくとですね、そこの中に歯周病原細菌というのがいまして、でその細菌がですね、毒素を出して骨だったりとか歯茎を溶かしてしまうんですね。なので歯自体が溶けるというよりも、歯の周りの組織が溶ける、歯周病と呼ばれる病態が起こってきます。その歯周病になると、はい、ワンちゃんにとってはものすごくちょ心配ですか？そうですね、まあ、歯が、歯の周りの組織が溶けて歯がぐらついて抜けてしまうのはもちろんなんですけれども、痛みを伴ったりとか、あとワンちゃんの場合はですね、骨がもともと薄いところがあってですね、で鼻と口を隔てている骨が薄くて、で犬歯がですね、はい、この鼻の近くまで来てるんですね、犬歯の根っこがですね。そうするとこの周りの骨が溶けてしまうと、鼻と口が穴が開いて貫通したような状態になってしまうことがあります。でそれまずいじゃないですか？そうなんです。で慢性的にずっと鼻水が出てるとか、くしゃみが出るっていう子は歯が原因のこともあります。はい、ですね。そしてもちろんなんか食べ物もちゃんと食べられなくなるっていうことになるんでしょうか？そうですね、痛みがあるとですね、硬いものが食べられなくなったりですね、そういったことが出てくることがあります。あと一番怖いのがですね、はい、歯が悪くなって、下顎の歯なんですけども、第一口臼歯と呼ばれる一番大きな歯があるんですけれども、この根っこってすごく深いところまで、骨に
入ってるんですね。でこの周りの骨が溶けてしまうと下の顎の骨折を起こすことがあります。で骨折を起こしてしまうともう口が開いてしまって、まあ、閉じられなくてということがあってですね、なので、歯周病って歯の病気というよりもですね、いろんなところに全身に歯周病菌が回ってしまって肝臓、腎臓に負担をかけたりとか心臓に負担をかけたりとか全身疾患につながるような原因にもなり得ます。人間の世界でも今、はい、歯のケアがものすごく注目されてますが、はい、ワンちゃんもということなんです ね。すごく怖い病気だと思います。あの全国のワンちゃんに歯周病を持っている子は多くてですね、ですので困ってらっしゃる方も多いと思うんですね。ただあのご飯が食べられるのでそのまま様子を見てしまってどんどん悪化してしまったりとか、早く気づいてあげるっていうのが大事なんですけれども、なかなかそれができないことも多いので、あの愛媛のワンちゃんたちの口の中、口腔の環境をですね、できれば良くしてあげたいなと思ってまいりました。うちのワンちゃん大丈夫かなってね、なんか心配になる方も多いと思うんですが、はい、何かこううちのワンちゃんで、はい、今チェックした方がいいことってな、飼い主さんにできることって何かありますか？はい、そうですね、お口の中のですね、あの状態を、まあ、完全に把握するっていうのは難しいと思うんですけれども、まず口臭があるっていうのはですね、ワンちゃんは口臭があるのが普通ではなくてですね、口の中が、臭いもんだと思ってましたけど、口の中がきれいになっていれば口臭はないんですね。ですので口臭があるということはもしかしたら歯周病がどこかで進んでいるかもしれないというふうに思っていただいた方がいいかなと思います。歯周病って人はね、まあ、初期でやると治るっていうことですけれども、はいはい、ワンちゃんは治るんですか？そうですね、ワンちゃんは、歯肉炎と呼ばれるですね、歯茎の炎症だけあって骨が溶けてない状態だとですね、あのお家でのケア、歯磨きだったりですとかそういったもので戻ります。炎症は落ち着きます。ただそこから進んでしまって骨が溶けてしまう状態、歯周炎と呼ばれる状態に進んでいくと、これは不可逆性といってですね、骨は戻ってこないんですね。ですので、お家のワンちゃんのお口見てあげてですね、歯茎がですね正常の、まあ、あるべきところよりも下がってしまっているようであれば、そこはおそらく歯周病が少し進行している、骨が溶けてしまっているのではないかなと思っていただければと思います。でその状態で痛みを伴ってしまうと歯磨きを始めようとしても逆効果なんですね。汚くなったので歯磨きを始めようではなくて、もうちっちゃい頃から歯磨きの習慣をつけておいてですね、悪くなる前に予防をしてあげる、悪くならないように予防をしてあげるということが大事かなと思います。予防っていうと私たちと同じように歯磨きってことですか？そうですね、最終的には歯磨きなんですけれども、ワンちゃんただ何をされているかわからないので嫌がってしまう子が多いんですね。ですので最初は飼い主さんの指で口の中を触るっていう練習からしてあげるといいかなと思います。で指でですね、このように優しく口を開けないで大丈夫ですので触ってもらって、で、口の中をですね触らせてくれるっていうことに慣らしてあげることですね。でその時に、まあ、例えば好きな缶詰の汁だったりとか肉汁だったりとか、あと、まあ、好きな味のジェルとかがあればそういったものをつけてもらっても構いません。はい、で心地よく感じさせながらってことですね。はい、そうです。口の中触れるといいことがあるっていうふうに性の条件付けをつけてあげることが大事です。はい、で手で口を触らせてくれるようになったら、次はですね指にガーゼを巻いて、指以外の指型の指以外のものが入ってくるということにならしてあげるんですね。はい、でそれもご褒美をあげながらですね、で、ガーゼを巻いてこすってみて、でさせてくれたらご褒美をあげるという形で、それもご褒美をあげながらいいことだというふうに思わせてあげてください。内側は口を開けないといけないので、開けさせてくれるこの場合はこう口の中に手を入れて磨いていただければと思うんですけども、なかなか多分ハードルが高いかなと思います。ですので最初は外側で慣れさせていただくのが大事です。
でそこまで進んで、まあ、あの口の中を触らせてくれる、抵抗なく触らせてくれるようになったら、次に歯磨き、歯ブラシを使っての歯磨きにステップアップします、はい、でなのでいきなり歯ブラシを入れるとですね、皆さん嫌がっちゃうんですね。なんじゃこりゃって思いますよ ね, な, りますよね。なので最初は飼い主さんの手が入ってくるっていうのが一番スムーズに受け入れられるかなと思うので、そこから徐々に徐々に慣らしていくということが大事です。はい、歯と歯ぐきの間ですね、斜め45度にこう当てていただく。私やってます。やっていらっしゃいますか。ワンちゃんは虫歯があまりないんですね。歯周病の方が多いです。ですので歯周病を予防するためにこう磨いてあげる。上だと斜め45度ですね、という形で磨いてあげることが大事です。なるほど。はい、で力を入れすぎない。力入れすぎると痛みを伴ってしまうので、軽く当てて細かく動かしてあげてください。はい、あの病院でのケアとなると麻酔をかけて、はい、ということになるんですね。はい、今日はですね、麻酔をかけてその歯石を除去します。歯石はもう歯磨きで取ることはできないですので、どうしても全身麻酔での治療が必要になります。でよくですね、無麻酔で歯石除去をするっていうのがですね、言われてるんですけども、絶対ダメなんですね。絶対ですか。はい、絶対ダメです。どうして。はい、無麻酔で歯石除去をするとですね、まずすごく歯周病が進んでいる子の場合、その歯石を取った衝撃で顎が折れちゃったりすることがあります。実際に私が前勤めていた病院でもですね、そういったことをあのトリミングサロンで麻酔で歯石取りますねって言われてですね、取られて、でその後から口が閉じないっていうことで見てみたら顎が折れていたことがありました。ですので無麻酔での歯石除去って、まあ、重度な歯周病の子にはですね、もう禁忌なんですね。でさらに、まあ、軽度な歯石がついている子でもですね、その無麻酔で口の中の歯石を取るっていうことは痛みを伴ってしまうことがあるんですね。そうすると一時的に歯石を取ってきれいにはなるんですけども、結局その後ケアができなくなってしまうんですね。で一番歯周病が進む、進行する部分っていうのは歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の間ですね、の溝から進んでいくんですけども、無麻酔で歯石を取ってもそこまでは届かないんですね。結局見た目だけ綺麗になって満足はするんですけれども、一番大事なところの歯垢石が取れてないので歯周病は進行します。はい、ですので無麻酔で歯石を取ったりとか、あとハンドスケーラーでお家で歯石を取られている方いらっしゃるんですけれども、あのやめていただいて、ワンちゃんの歯周病にとってはあの良くないんですね。そのじゃあ歯石ケアってのは、はい、病院でってことですか。そうですね、歯石を取るというのはもう病院でになってしまいます。どれくらいの頻度で病院に行けばいいですか。そうですね、まあ、その子によってつき方が違うのでですね、まあ、半年から1年に1回チェックをしてもらいに行ってですね、必要であれば処置をするという形でかかりつけの先生とご相談いただくのがいいかもしれません。いやー、勉強になりました先生。あの今後ともちょくちょくこの北条の病院に来ていただけるということなので、歯の布教活動じゃないけど伝道師としてぜひこれからも私たちに教えてください。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。